キューバのバカルディ、美味しい。台湾の。チャーシューを作っていく。ペッ。てんてんてん、てんてんてん、てん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 。いや、台北もね、寒くなってきましたよ、だいぶ。台北もね、季節がいきなりね、夏から、いきなり冬になったって感じ。今日ダイソーでこれ買いました。器49元、安いですね。100円均一じゃなくて49円均一でしたけど、まあまあ輸入品だからしょうがない。まあ中国で作られたものを日本に送って、日本から台湾に送ってるんですかね、まあ、直接送ってるかさすがに。よーし、つまみ食いをしていく。うまい。若干塩コショウをかけた。札幌一番塩ラーメン。塩ラーメンを作っていく。できた。さすがに暑いか。うん、うまい。チャーシューも。ああ、うまい。優勝です。うまっ。ああ、うまっ。うん、やっぱ冬のラーメンは最高。チャーシューもほろほろ。